匠がガチャで関空？いつき落ち着け。もしもし、ひばりの立花ですが。はいはい、ガチャから何回で関空まで。おい、あいつ回想のままで走る気だぜ。おお、変わりか。匠のやつ、いつになってるでな。全然見えない。走ってるのはスピードスターズの藤原らしいぜ。こんな雪の日に D 修行なんてよくやるぜ。むしろ雪だからやってるのか。業務連絡、当該列車は蛍ヶ池通過。ひばりから5分足らずで来るな。標定速度110キロ、案外大したことないな。快速急行の3倍だぞ。おい、飛んでるぜ。うわ、一体何キロ出してんだ。やっぱり切れてるよなあいつ。はい、あ、池谷先輩。匠か、どうした。天ガチャ屋って何ですか。お前本当にうちの社員か。知らんと走っとったかい。まず重曹から京都線に入るんだ。次に淡路から堺筋線に入る。そこの終点が天ガチャ屋だ。おい、ナツキ、おい、待ってって。お願いです、待ってください。それ意味わかんない。じゃあシリアスだよ、今流行ってんだよ、やれってんだよ。ほら、いやよ、でシリアスなんて。
うめえじゃねえか。ダーシリアス。違う、こう。えいで、シリアス。ダーシリアス。下手くそ、ちゃんとやりなさい。ほら。で、シリアス。いや。大体京急の所長はそんな放送しない。ドアを閉めます。マジか。はい、ストップ。飛べない黒いハーレー、癒す場所を探し
方昇降機を使わざるを得ない。ゲームが違うと言わざるを得ない。電車ごっこ強いられているんだ。なんだよその集中線。おめえも頭悪いな。助けを呼ぶんなら相手を考える。藤原なんかが来れるから走るな。来れるよ、たくみくんは線路を走るのも早いから。運転士なのか。来い、急いでラピートに乗れ。痛い、離して、引っ張らないで。万が一ってこともあるからな。対岸に戻って場所を変える。覚悟しとけよ、俺の気が済むまでは絶対返さないからな。対向列車、こんな時間に回送列車なんてあったか。いくらなんでも着くのが早すぎる。たくみくん、夏樹のためにたくみくん来てくれた。形式は知らないけど
白鉢巻きを巻いてないってことは相当古いやつだ。夏希、残念だったな。あんなポンコツじゃラピートについてくるのは無理だ。たくみくんならついてこれるよ。うまいから。ふん、話になんねえ。あれ、嘘だろ、ありえねえ。なんでこんなにあっさりと追いつかれるんだ。いや、南海本線はほとんど直線だ。最高速度はこっちが上、通勤型に負けるわけがねえ。ありゃ、脱線してんのになんで走れるんだ。しかもめっちゃ速い。へえ、ミキ先輩知らないんだ。あれは伏線ドリフトって言うんだって。たくみくんの得意技なんだよ。推進運転やけねえだろ。特急型が通勤型に、しかも推進運転で抜かれるなんてよ。車のせいじゃないよ、運転が下手なだけかも。なに、てめえよくも俺のことコケにしやがって。ちくしょう、特急型の凄さを見せるのはこれからだぜ。ダメだ、やっちゃった。大丈夫か、ミキ。ああ、大丈夫だ。歩けるか、手を貸すぜ。すまねえな、気を使わせちまって。トマト？水臭いぜ、ミキ。俺たち負け仲間じゃないか、じゃないか、じゃないか、じゃないか。違うわ、負け仲間じゃないか。あんたなんかと一緒にされたくねえ。ミキ先輩泣いてるよ。だったら心配ねえよ。私ね、東京に転勤するんだ。国際線キャビンアテンダントの養成コースに抜擢されたんだ。国際線はずっと目標にしてたから。たくみくんも一緒に東京に行かない？電車もいっぱい走ってるから仕事もすぐに見つかるよ。できねえよ、そんなの。じゃあこんな田舎に一生へばりついて暮らす気なの？なんやとこら。殺すぞ、ほんだら。そうじゃねえよ。俺の夢ってなんだろうってずっと考えてて、やっとわかったんだ。どうせなら自分の好きなことをやりながら生きていきたいだろ。だから俺決めたんだ。ここにはとてつもなくすごい人がゴロゴロいる。地元に残って新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。自分の得意分野なら誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたいんだ。